お疲れ様です。あったかいね。あったかい、半袖だね。いきなり春になったね。まあそれで良いですね。今日はね、茨城の方に向かってます。なんかしばらく南風がずっと吹きそうだから、まあ千葉南もあんまり良くないかな。風が止まってるね、朝とかはできそうなんですけど、また地形もちょっと変わっちゃってね、白須賀の方とかちょっと 深そうだったからまあそんな感じなんで、まあ南風だから茨城の方行ってちょっと練習しようかなと思います。新しい棚なの？そう、新しい棚なの。新しい棚さ、4本来たんだけど、そのうちの2本持ってきたから、まあ2本はまだいいやと思って、サブチャンネルを久々に更新したので全然上げてなかったもん、サブちゃんちょっと試合が一段落したから、ちょっとゆっくりね、ゆっくりね、ちょっとずつ上げ、さらにゆるい動画を上げていこうか。なんか何でもいろいろ上げていこうと思うんで、ね、ぜひそっちの方も、うん、まああの登録しておいてもらえると、うん、あとコーチング、あ、そうだと、コーチングをね、4月中だけですけど、また再開したい。ゴールデンウィーク前まで、そうだね、ゴールデンウィーク前まで受け付けているので、まあ、あのこの機会にね、ぜひ受けてみたい方は、ウェブサイトの方から予約してみてください。概要欄にね、あのウェブサイトの貼っとくんで、ぜひ気になる方はチェックお願いします。なんかさ、来週台風来そうだよね。あ、そうじゃん。台風1号。台風1号？台風なのかな？え、でも1号になってて。1号になってた？なんか名前ついてて。ほんと？マサランかなとか。めっちゃコースは良さそうだからさ、来週末ぐらいかな、楽しみだね、うん、攻めるの？まあ、攻めるっていうか普通にやりたいね、今ね。マラカスだって。マラカスいいね、マラカス。まあ、そんな感じでとりあえずまあ、チェックしてできたらやろうかなと思います。はい。あ、久しぶりですね。オープンの景品ふわふわなんか。どれ？それは、これはブラックエンドじゃなくてドラゴンスワローテール、うん、久々のスワロー、いい色だね。で、結構普通のすごい走るから、これは日本のトロイ波とかめっちゃいい、うん、プライベートサーフセッション受付中。茨城はまだ冷たいらしい、超久々だからさ。グローブ？グローブにしようかな。ヘッドキャップは波ちっちゃそうだから、うん、風も強いからね。やっぱ夕方、今夕方なんだけど冷えてくる、夕方になるとやっぱり暖かくても風が、うん、よいしょ。だいぶ運転してたから固まってるから、ほぐしてからいかない。結構見たらなくなっちゃうけど、アウトでポコンってきてるからシャバシャバだけどたまにセットね、一発でやつ入れられそうなするから、まあそれ狙ってゆっくり夕方やっていこうと思います。スポンサー様募集しています。
れ様です。お疲れ様です。思ったより茶場所だった。結構板もクリクリする感じ。走るんだけどね、もうちょい乗ってみないと分かんないか。フィーもちょっとちっちゃかったかな。思ったよりもスカッといっちゃったかな。まあでも結構冷たいね、やっぱり水は。千葉北で行った時の冷たい日ぐらい冷たい。人いないからね、ストレスはないけど、ね、もうちょい悩みがね、パキッとしてくれれば。入ると思っても夜力なかったから、もうちょいパキッとしてるかなと思ったんだけど、まあとりあえず今日は軽くできたから、また明日一日ね練習しようと思うんで、とりあえず今日はこれで終了です。お疲れ様です。